俺が俺にオンデマンめぐりだ。皆さん、身分証を提示するときってよくあるじゃないですか。まあ、俺も財布にいつも免許証入れてるんで免許証を見せるんですけど、いかんせんね、写真がこんななんですよ今は。で、この写真を見せるたびにチラ見されるんです。それがすっごい今コンプレックスで、だから今回はこうしてやると。これでどう？さて、準備ができました。早速、駅前にある写真機に行きましょう。700円もすんのか今。高えな。誰かいますか？あ、リラックスして。やべえ。思い通りの写真が撮れない。襟ダメなんだ確か、パスポートって。撮影し、頭の先と顎の先にラインが合っていますか？お釣りを。おっと、来てました。ありがとうございました。我ながら男前だ。